なんかもう、いや、私は本当に、ごめんなさいね、私が、進行役なのに、全然なんか、私が一番なんか、理解が覆されたというか。はい、はい、わかりましたが、はいって言って分かってない、分かってなかったんだっていう用意で、まあでもそれを分からせてもらえたのも、やっぱ良かったなと思います。だからやっぱり、おなじみ言葉何度聞いても、なんか、あ、俺は分かってなかったんだなっていうのは毎回、ここまで分かってなかったと思ってなかったですけど、すごく良かったです。なんか、そうですね。今日、純子さんが高校から急に入った時に、結構俺は、おお、面白そうってちょっと思ったんですよ。そこからどう行くんだっていう、飛ばす、思い切ったなと思って。そうそう。でも、それもすごい、なんか、ちょっと、勉強になりました。この例え話の中で、やっぱりイエス様が何を本当にこの例えの中で伝えたかったっていうのが、今日はっきりちゃんと理解することができて、それをやっぱり掴んでなかったら、自分は次、もうすぐ私たちのグループもここ入っていくと思うんですけど、あ、分かってないままやってたなと思って、はい、なので、私もやっぱり、新しい視点がちゃんと与えられて、理解、まあ分かりましたかって言って、分かったつもりで、はいって、分かったつもりになってる、また新しく分かる時が来るかもしれないけど、今は、分かりました。文字赤字で書いてありました。自分の心をどうするかっていう例えじゃないって書いてありました。伝道、教会は種まきをするのですって言って思いっきり四角で囲って。学び終わってから気づくようにされるっていうのも神様粋だね。いやー。そうですね。だから弟子たちにとってみたら、その教会っていう、まあ、私たちはこう今教会って言ったらイメージがつくけれども、その当時のだから弟子たちにとってみたら、教会っていうのことをここで例えを持って教えてるんだけども、教会っていうことがまだとかないから分かってなかったんだなっていうことを、そういう中で語られた例えだったんだなっていうものをすごい学びました。だからこういう弟子たちですらこんなんだったんだから、私たちもそこからなんかこう分かっていなくても、なんかとそのまま歩み続けている状態を、なんかこういいんだよってわけじゃないんですけど、だからといってダメクリスチャンじゃないんだよっていう、なんか励まされたような気もするし、やっぱり聖書をちゃんと学ぶっていうことがどれほど大事で、で私たちそれこそ種をまきなさいって言われているものとして、ちゃんとこうしっかり正しく理解して、またそれをまいていくっていう、私の視点とか、あ、こう思ってたんだよねっていうことではなくて、本当に何を語られて何を伝えるべきなのかっていうことをしっかり捉えていく、なんか重要性というか。でね、御国が来ますようにってこう祈るときに、その具体的に何を祈るのかっていうことをこうテーマとしているので、本当に種まきを続ける、諦めないで続けること、そして与一の人たちが集まって、その種まきを続けていけること、教会が、成長していくこと。っていうのが、私たちがこの御国が来ますようにって祈る時の要素の一つでもあるということですよね。だから自分たちのこう与えられている教会、与えられている地域、そこに種まきをしていく、そこで本当に主の教会が立て上げられていくようにっていう、こう祈りなんだろうなって。まだまだ続きますけどね、特命の話からまだ御国の、はい、ところは続いてきますけども、主の祈りをこう唱えるのではなく、祈るときにこう思い出していただいて、具体的な祈りにつなげていただけたらいいなと思っています。次は5月なので、はい、これを覚えて。5月は誰が 担前当する回予定で何すやか？りましたかとか言っそうだて、ね。ね、前回ね。何やりましたかって。もう。前日にビデオ見といてくださいって私メールしようかな。本当です。